坂井直行は、日本中央競馬会所属の元騎手、元町教師。1944年熊本県にて4人兄弟の、次男として出生。父は、国鉄職員であったことから転勤が多く、県内を点々と移り住みながら幼少時を送る。やがて小学校卒業を間近に控えた直行は兄に、連れられ、京都へと赴き、母の弟で、 京都競馬場の伊藤勝義9者に身を置く騎手清田11と対面。小柄であった直行はほどなくしておじより、騎手にならないかと誘いを受け、京都へと向かう。この時清田からの手紙を受け取った、直行の両親は反対するどころか歓迎して、息子を送り出したという。伊藤9者に住み込みながら中学校へと通う傍ら、休務に休みなく、 借り出される日々に何度も熊本に逃げ帰ろうと思った直行であったが、おじきよたの励ましもあり中学卒業後、馬事公園の機種養成課程へと進むこととなる。直行は、当初、伊藤と縁のある高橋直造の下で下乗りとなる予定であったが、体重の問題から平地機種試験に落第。そのため1960年の1年間を投じ、 つなぎが競争に力を入れていた奥檻市松厩舎のつなぎが専門機種として過ごした後、平地免許を取得し、高橋厩舎へと転属。4年のカロリ期間を経て1965年機種デビューとなる。おじに、清田十一、義慶邸に、野平雄二と二人の名手を遠籍に持ち機種デビューを果たした直行であったが、16年間で、 通算160勝という成績に終わり1981年、騎手を引退し、調教師に転身。後に、減量とかのせいではなく、騎手として腕が悪かった。160勝という数字がそれを物語っていますと、現役時代の自分を振り返っている。現役10年目頃より調教師という家業を意識し始めた直行は1981年、5度目の 挑戦で調教師試験に合格。準備期間中に馬に足を蹴られ大怪我を負いながら、医師の精神を無視し開業準備に勤しむという一幕もあった中、2年の待機期間を経て1983年3月、立党に旧社開業の運びとなる。初年度に7勝を挙げた堺旧社は以後、おおむね勝ち星を2桁台に乗せ、1986年にはフレッシュボイスで新山記念を制し、 開業4年目で重症初勝利を記録。同馬は、翌1987年に安田記念を勝ち上がり、開業間もない境級者の看板馬として、活躍をした。しかしその後は1993年のウィンターステークスを制したローリーエ・アンドレを最後に、重症勝利馬を要することはなく、時折オープン馬を出すに留まっていた。2015年2月28日付で定年により、 調教師を引退した。太字は、文科生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。